か弱い女の子だけで海賊団を作ります。に対する読者の反応集。戦闘力はほぼ皆無です。見逃してください。えげつねえ。ロリータ海賊団。全員がタイルフィー特攻持ってそう。右下はまだ対人能力皆無だから。こう見えて年齢的にロリなのはオタマだけ。この二人も加入したいそうです。片方平気だろうが。ゴールデンウィークが地面にカラーズトラップ仕掛けて近づいた敵全体にデバフ。フェローナのネガティブフォローで動きを止め、動けなくなった相手をおもちゃかもしくはキビ団子食わせて味方か。めちゃくちゃえげつない。このメンツが揃えばウソップ以外の麦わらの一味は完封できそうだ。そういやウソップはフェローナとシュガーの天敵なのか。強すぎない？ルフィも一応ギアフィフス使えるようになった今ならシュガー特攻できそう。追加しましょう。国を取れるぞ。私も入れてください。女の子って歳ではないが、覇王色の覇気の耐性がないのが惜しい。シュガー、実質七部会の主力。おたま、四校の主力を無効化。この二人だけで七部会一人分くらいの影響力持ってそう。じゃあこの子も、ガチ戦闘力あるやつやんけ。私も入れてくれるかねえ。まだ人手が足りないだろうから、リンリンちゃん、人間5歳、も入れよう。あたしリンリン、5歳です、いいねーて。もうこの時点ですでに七部会打ち取れるくらいの余力ありそう。リンリンちゃん、5歳、はなんだかんだオタマやゴールデンウィークとは仲良くなれそう。というかオタマとは作中でも気が合ってたし。世界を揺るがすレベルの舞台装置たりうる幼女が多すぎる。なおシュガーの精神年齢。イム様が動きそうなメンツ。ワンピースが殴り合いの漫画から番外戦術だらけの漫画になっちまうよ。ちなみに船長は、シュガーかな。この中だと一番しっかりしてるというか悪知恵が働くし、キャラ的にも一番船長が似合いそう。年齢的には、フェローナ、シュガー、ミスゴールデンウィーク、オタマ、の順番だっけ確か。フェローナは一味のいいお姉ちゃんやれそう、面倒見いいし。可愛いもの好きなフェローナにとってこのメンツはありかも。ネガティブにしてから触るだけで大体のやつ倒せるの怖い。まあでもキザルなら勝てるでしょ。対象じゃないと勝てないと認めてるようなもんじゃねえか。触れたら負けの奴がいるからね。場合によっては四皇に目をつけられるより恐れられそうですらある。海軍本部が引き取ることになって小森に従事する海軍本部の面々が見たい。女の子用の服を持ってきてくれるおつるさんとかを貸しくれる戦国さん、あと振り回される坂月元帥。ゲームだと確か赤犬にもネガティブフォロー効くんだったよね。キザルって基本攻撃避けないしそのまま受けちゃいそう。でもネガティブなキザルって想像できんな。ボルサリーノ、ギャグのノリもするけど自分のテンションは変えないというか、ずっと朗々とした感じを崩さんからな、そこが不気味というか。ピカピカって音ダサいよねー。なぜか脳内再生できた。害悪の化身みてえなやつしかいねえぞこれ。悪魔の実を食べてないのにこのメンツに入れるミスゴールデンウィークはさすがだな。とりあえず遠距離攻撃連発すれば終わるんじゃね。シュガーが兵隊増やせるから、隠れられたりしたら近づいて叩かないと詰む。海戦なら大砲ぶっ走とけばいいかもしれんけど、霊体ペローナもゴーストも空飛んでくるし、爆撃能力もあるし、遠距離でも結構厳しいと思う。バスターコールレベルならいけると思うけど。所詮、わしは誰からも元帥に押されない能力だよりの敗北者だからねー。豆電球の光として一生を終えたいねー。一味のブレインとして頭脳枠入れよう。ラフテル行くにも必要不可欠だ。あとおでん枠も必要だな。おでん枠とは？そりゃおでん枠だろ。そりゃあ、おでんになる枠だろう。適当。熊なら一人で潰せる。天敵来たな。おでん枠加入で解消。うたちゃんもこの枠に。幼女じゃないじゃん。シュガーもペローナも幼女じゃねえだろ。なんならゴールデンウィークもロリじゃないという。どんどんメンバーが増えていく。おい、5歳児の時点でか弱くない奴がいるぞ。でも人間、5歳、だし。寂しくて泣いちゃうくらいか弱いぞ。カリファ、ヒナ、モネあたりの能力も使い勝手良さそうだから入れようぜ。カリファとヒナはか弱くない、断定。初めての能力で羊ごっこしちゃうカリファちゃん、スモーカー君に絡んじゃうヒナちゃんだぞ、いいだろ。こいつらの能力で高速オア脱力、ホビホビのコンボがヤバすぎるんだよ。というかさすがに30超えの女性キャラはか弱くねえだろ。空島の見分ありそうな女の子は？そのワードがか弱くないと気づけ。アイサちゃんはか弱い女の子だろ。
本体が弱々なペローナはともかく、アインとカバカラみたいな、戦うお姉様、はか弱い海賊団の方針とは合わん気がするわね。リンリンちゃんは、5歳児だからいっか。こいつらが名を挙げることでホビホビ、キビキビの価格が爆上がりしそう。幼女趣味の天竜人とかから狙われそう。みんなよくやった、とどめだ。チャルロスの顔面丈夫すぎない？ワポメタルとかでできてる？さすがのわちしも幼女には興味が湧かない。うわぁ急に真顔になるな。幼少期ハンコックたちを買った天竜人は幼女趣味がありそう。ロリハンコックは可愛いからな。こやつらなどいかがでしょう。こいつらも入れてくれ、頼む。可愛い妹枠も必要ではなくって？シュガーがいるからね。おめえは可愛くねえから帰れ。いらねえ、真顔。画像に悪意があるだろ。これが本性だから仕方ないけども、所詮妹萌えで枝に負けちょる敗北者じゃけえ。妹萌えでこいつに勝てるキャラおらんだろ。料理長、お前船乗れ。バオファンも加入させてほしい。俺得。俺も好きだ。お前船乗れ。バオファン可愛いよな。わかる。仰向けになってバオファンのお股を下から覗きたいでござる。きっとそこにオールブルーがある。ふんどし履いてたりしたら最高。もちろん子供パンツもか。ノーパンかもしれない。バオファン、ノーパン概念はエッチすぎるのでダメです。そうだしゅ。こいつらは仕事抜け出せねえだろ。海兵や王女もいるから正規正規。船長秘書も欲しいよな。か弱い。初見殺し海賊団なんよ。僕らに何かあっても、必ず全てを救ってやる、とウソランドは言ってくれたんですからね。まあこいつらが暴れても被害届け、は、出されなさそうである。ホビホビとキビキビに目を向けながら。お玉は加入以降の航行ルート次第で化けるのいいよね。てなわけでここ行こう。肉体年齢10歳の妹と13歳にされた姉か。珍しいな。乗せろ。うせろ。うるせえキビ団を食わせるぞ。名目上この人の所有物ってことにすれば、天竜人よけにはなる一応。こいつはもうおもちゃにする、元に戻す、おもちゃにするを繰り返して人格壊しておこうぜ。どいつもこいつも能力が凶悪すぎる。麦わらの一味が遭遇したとして、ガチで望みがウソップしかない。あたしもお兄様みたいに冒険したい。ルーム。これもう四皇勢力だろ。シュガーとペローナだけで波の海軍海賊は殲滅できそうなのが恐ろしい。というか確実にできるよね。海賊がいたことすら抹消できるから恐ろしいぞ。ネガティブフォロー、シュガーで対象レベルでも取れる。一撃必殺税、シュガー、お玉、高速要員、ペローナ、ヒナ、モネ、カリファ、ミスゴールデンウィーク、素手頃税、リンリン、レイジュ、ヤマト、バフ要員、ボニー、アイン、マンシェリー、その他特殊能力税、ロビン、バカラ、白星、シャーリー、バオファン、ウタ、まともな子、リカ、バランスも良さそうに思える、なんだ一撃必殺税って。一撃必殺、かける2?捨て頃税が怖すぎる、特に5歳児。お玉は言うてもスマイルか本物の動物にしか効かないから、一撃必殺と言われると少し違うけど、動物の軍隊がシンプルに脅威すぎる。まさか従えてるのが海賊で、しかも幼女だとは露にも思わないのもポイント高い。連れてこようと思えば海王類もいけるのがやばい。若さの秘訣税を忘れるな。あれ?いつ加入したっけ?平均年齢爆上げしてそう。このペローナ好き。よく見たらクマシーの方、ペローナのモロチに思い切り挟まれてて羨ましい。パフパフ状態やんけ。シュガー、22歳、オタマ、8歳、ペローナ、25歳、ヒナ、10歳、モネ、13歳、カリファ、12歳、ベビーファイブ、8歳、ミスゴールデンウィーク、18歳、リンリン、5歳、レイジュ、11歳、ヤマト、8歳、ボニー、24歳、アイン、28歳、マンシェリー、25歳、ロビン、8歳、バカラ、27歳、白星、16歳、シャーリー、3歳、バオファン、不明、ウタ、21歳、リカ、不明、クレハ、141歳、年齢わかる19人だと平均年齢15歳、クレハ入れると22歳、なんで一人で平均年齢7つ上げてるんですかね。麦わらの一味の平均年齢が一番低かったチョッパー加入時で 17.5 歳だから、平均年齢15歳は相当だな。シャーリー3歳は海賊させちゃダメでしょ。アインが最年長なのは意外だったな。グラさんから目をそらす。入れてください。
ロリにだけ囲まれてたいから、クレハは外そう、無慈悲。15歳未満がロリらしいので、その10倍近い年齢のクレハさんは下船願います。でも若いぞ。クレハの寿命が1000歳なら、普通の人換算で15歳以下だよ。巨人族式計算法を人間に適用すな。ズニーシャかよ。クレハは、か弱くも女の子でもないだろ。あたしゃまだピチピチの140代だよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。